マスダブソウは、テレビ、ラジオ、プロデューサー、ディレクター、ノンフィクション作家。1967年学習院、大学生経学部経済学科卒1967年、東京放送入社ラジオ局、制作部テレビ報道局報道制作部1982年、東京放送大社1983年、キティレコード取締役就任1985年、 キティレコード取締役辞任1986年、テレコムジャパン取締役就任1994年、テレコムジャパン取締役辞任1995年、テイクオフィス代表取締役就任2017年、テイクオフィス代表取締役辞任、ヤッホー帰ってこない子玉、カンボジア難民、人君の日記、 ハてるマと幻想気候、ミクロ様夢ください、ニューヨーク24時間漂流コンサート、吉田拓郎パックインミュージック、吉田拓郎&、小室人志ヤングタウン東京、黒柳哲子チャターボックス、大橋巨泉プラス1、ヤング720、日本の広場、東京放送在職中、日本のフォークソング、ニューミュージックの普及に貢献する。青春の反乱、関東燃焼ブルース、 もう学校になんか行かない、ポーランド子供収容所、八重山共和国、12歳の小さな恋から幸せに一番、近い島からの手紙、君に生きていてほしい、北海道新聞課題図書。大日本図書、猫踏んじゃった、一度尾行をしてみたかった、スーパー変装計画、一度混じってみたかった、東京 G スポット、社会の窓から何が見えるか、黄色い流砂 5つの赤い風船員コンサート。プロデューサー。ジェラシー。プロデューサー。怪しい夜を待ってプロデューサー。ニューヨーク24時間漂流コンサート。プロデューサーディレクター。100億年の公共誌。プロデューサーディレクター。ミニーザムーチャ。プロデューサーディレクター。アドバルーンに乗って。プロデューサーディレクター。東洋会議。 ディレクター、ラジオのついたナイトテーブル、プロデューサー、踊りましょうよ、プロデューサー、ホノルルトワイライト浅井新平、マス武ブソプロデューサー、浅井新平、ディレクター、焚き火プロデューサー、後ろ姿のしぐれてゆくかあたねた3等か、凝骨気象、構成、演出、ありがとうございます。